現役時代に合宿でよく訪れた香川県を第三の故郷と話す福士さんが、走る楽しさを感じてもらおうと企画した笑って走れば福来たる駅伝です。2回目となる今回は、土佐玲子さんや坂本直子さんらマラソン界のレジェンドたちも駆けつけました。1回でも笑ってもらって、もう一笑い大笑いして帰ってもらいたいなという気持ちで楽しんでいてほしいなと思います。1区間 1.9 キロ、8区間を走るこの大会には177チームのおよそ1200人が参加し、暖かい日差しの中コースを駆け抜けていました。